パリブレストシュークリーム状のパリブレストパリブレストはフランスの歌詞。日本では英語とフランス語の合成語であるリングシューと呼ばれることもある。パリブレストは1891年に自転車レースパリブレストパリの開催を記念して考案された自転車の車輪の形をした歌詞として知られている。この歌詞の考案者はコースの沿道であるパリロングイヨー通りの歌詞店。 メゾン、ラフィットの職人ルイ・デュランだと考えられているが、デュランは菓子職人ではなく、パン職人とする説も存在もある。デュランが生地に挟むクリームにプラリネを加えたのは、レースの参加者に体力をつけてもらうためだと言われている。やがて、パリブレストは、レースの目的地である二つの都市以外でも、作られるようになり、フランスを代表する菓子の一つになった。 1909年にパリとブレストを結ぶ鉄道の開通を記念して考案された菓子を起源とする遺説もあり、二つの都市の間を走る列車の中でパリブレストが売られていたという。パリブレストで決まっているのはリング状のパイシュー菓子というだけで細かい製作方法は決まっていない。シンプルな製品は単なるリング状のシュークリームという形態になる。内部に入れられるクリームも様々である。 例えば、リング状に絞り出した、シュー生地を焼き上げたものを真横に切り分け、上下の生地の間にプラリヌを加えたアーモンド風味のバタークリームを挟んで製品などもある。スライスしたアーモンドで、生地の表面を飾り、粉砂糖を振りかけることもある。また、アーモンド風味のクリームの代わりに、コーヒー風味のクリームが使われる場合もある。菓子の大きさは、代償様々で、 ホールケーキ台に焼き上げた大型のパリブレストには、クリームと共にプチシューが挟まれることもある。ありがとうございます。